グロスター・エディンバラ公、ウィリアム・フレデリックは、イギリスの王族。グロスター及び、エディンバラ公・ウィリアムと、ヒマリア・ウォルポールの、第三子として、ローマで生まれた。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学んだ。1816年7月、ジョージ3世の王女で10枚に当たるメアリー王女と、セント・ジェームズ宮殿で結婚した。ウィリアムはいとこである、プリンス・オブ。 ウェールズジョージの一人娘で多い継承予定者であるシャーロットに相応な結婚相手が外国王族から見つからなかった場合、自らが花婿候補となろうと独身を維持してきた。しかしシャーロットがレオポルト・フォン・ザクセン・コーブルクと結婚したため、メアリー王女との結婚を選択した。ウィリアム夫妻はバグショット・パークを住まいとした。40歳を過ぎて結婚した夫妻に子供はできなかった。 ウィリアムは王族として積極的に活動した。彼は上院に出席し、当時の大きな問題に投票した。彼は奴隷制度廃止の提唱者であり、ジョージ4世と対立する王妃キャロライン・オブ・ブランズウィック、サセックスコー・オーガスタスの支持者であった。ありがとうございます。